オークリッチ国立研究所オークリッチ国立研究所はアメリカ合衆国エネルギー省の管轄課でテネシー大学とバテル記念研究所が運営する科学技術に関する国立研究所テネシー州オークリッチにある基礎研究から応用の研究開発まで多方面にわたって活動しているクリーンで豊富なエネルギーの研究自然環境の保全の研究 安全保障に関する研究などである。エネルギー省以外からの業務も受け負っており、同位体の生成、情報管理、技術的、プログラムマネジメントなどの研究や、他の研究組織への研究や、技術的な援助を提供している。オンルの研究開発は科学関係の多方面に、渡っている。主な研究分野は次の通りである。様々な先進的研究施設がある。 スタッフの研究者や技術者が使うだけでなく、他の大学や企業、海外の研究者も利用している。詳しくは、オーオンルのサイトにある、リサーチファシリティーズを参照されたい。また、一部の施設は、ユーザー施設とされていて、営利目的でも、非営利目的でも利用できる。利用方法などは、オーオンルのサイトにある、ユーザーファシリティーズを参照されたい。 原子炉技術者の技術教育を行う原子炉技術学校が併設されており、所員だけでなく海外から研修に来るものも多い。日本の原子炉主任技術者は工事試験の受験要件として原子炉技術学校の運転管理課程を認可している。スタッフ数は4480名で、うち2600名が科学者及び工学者である。毎年約三千名が ユーザー施設利用のために訪れ、2週間以上、滞在する。そのうちの25%が、企業からの訪問者である。毎年の見学者は3万人で、うち1万人が、大学入学前の生徒である。2014年度の予算は14億ドル以上で、83%は、エネルギー省17%は、他から調達されている。運営を行う UT ベテルは、 予算から800万ドルを地域の環境保全や科学教育のために支出している。研究所の敷地は58平方マイルであり、敷地内には放射性物質で汚染された施設、建物が現存している。現在全面的な除染、改築が最終段階となっている。除染、改築には70億ドルを要するとされている。後に、オークリッチ国立研究所となった施設は、 1943年にマンハッタイ計画の一部として建設された。研究施設とその近くの町であるオークリッチは1年弱でアメリカ陸軍工兵司令部によって建設された。オークリッチには約2年間7万5000人が住み、その存在は秘密にされていた。マンハッタイ計画のオークリッチでの目標は核兵器に使用するためのウランとプルトニウムの分離生成であった。 このため、4つの施設が建設された。このうち X-10 が、現在のオークリッチ国立研究所に相当する。X-10 は、国塩原則空気冷却炉により、ウランからプルトニウムを生成し、リン酸ビスマス沈殿法により、プルトニウムを生成する試験工場であった。Y-12 では、ウラン235とウラン238の電磁気的分離が行われた。 K-25 ではガス拡散法、S-50 では液体熱拡散法によるウラン235とウラン238の分離濃縮が行われた。1943年、エンリコフェルミラは X-10 グラファイトリアクターと呼ばれる世界初の実用原子炉を完成させ、プルトニウムの生産が可能となった。これは、 フェルミラがシカゴ大学で1942年に行った研究に基づいたもので、彼らは1942年12月2日に実験用原子炉シカゴパイル1号を完成させていた。X-10 でプルトニウム生産が可能になると、より大規模な施設がワシントン州ハンフォードサイトに建設され、そこで1945年8月に、 長崎市に投下された核兵器ファットマンで使われたプルトニウムが生産されたのである。オールでの核兵器開発は終戦とともに集結した。研究施設にいた科学者らは1950年代から1960年代に医学、生物学、科学、物理学などの分野に研究をシフトさせていった。この頃、グラファイトリアクターは 世界初の医療用放射性同位体の製造に使われていた。1977年、エネルギー省が創設されると、オーオンルの研究分野は、エネルギー資源、送電技術、エネルギー利用などに広がっていった。冷戦が終わり、国際的なテロリズムが増え、安全保障関連の技術開発も、研究対象となっていった。 21世紀に入ると新たな学際的プログラムとして、ナノテクノロジー、計算科学、生物学が研究分野に加わるようになった。ありがとうございます。